いいよね。何が？夏。全然好きじゃないの。好きじゃないもん。え？夏？夏嫌い。って言ってる私なんかよ。にしてもやっぱこう口だけパターンもあるぞ。うん。でこんなに。でもやっぱ言ったからには責任取らないと。楽しい。てか夏。今。無？何が？無感情？無ではねえよ。無ではないけど。楽しい。しかもなんか隣でそのなんか楽しい楽しい夏楽しいなんか言われるとなんか私逆らおうとするからさ。やめろじゃ、やめろその性格を。だって見て見て、ほらほら緑、ほら、そして海、顔でなんで海の区別がつかないの。顔でしょこれ。海あれ先のやつほら向かってた今これ海ほら、なんで目、な、どう、なに？目も悪いんだよ、ちょっと。どうなってんだよ、じゃあ。耳も聞こえないし。何それ。なんだ？刺された。最近？一昨日いたのよ、ずーっと。2泊3日ぐらいしてる蚊が。前もいたじゃん、3日か。いたのよ。こんなとこ俺、もう、運転もしたくないよ。降りる？え？降りれないのとこじゃない？すごい橋。え？知ってるよ。ここ一番いいんだから。見たいよ、だって。あらららら、ら海。いや、さっきからこれずっと見えてる。え、すごい。ここよくない？うん。観音様いる。知ってたんですか？五十嵐観音はいない。急にここに。彼女いるかな？え？いい体してた。そりゃそ、あ、そりゃそうだ。あんま中肉中背でいないからさ。うわぁ。何？海鮮丼？うん。え、これ何？え？気になんない。湘南メンチ。そう。食う。もう？いい。はい。バンド。うわ。歴史を感じる。木を見てる。綺麗見えてる？俺？みんな。みんな。うわあ、すごい。耳聞こえなくなってきた。早いな、コードに対して。うわ、すごい。帰ってくる人たちがいるな。どのぐらい？あと。いや、見えるだろ、だいたい。ほら。え、どこ？頂上。まだ？まだでしょ。今半分ぐらいです。これでも下ってくるときがいいのか。どっちかっつうと。あ、こう見るのってこと？うん。あ、まあまあね。はぁ、あ。なんか喋りたいこともなんか出てこなくなるね。なんか、ぼーっとしてるんだろうね、ちゃんとね。本気でね。できてんだろうね。喉からしてます。あ、ほら。黒い蝶々。あれはガだろ。あれガあれ何の花かな。え、あのお花確かに結構背高いね、この葉っぱ。うん、葉っぱって。何これ。あ、お腹空いてきたね。ずっとじゃん。うん、水分取んないと。これもし3人組とかでさ、友達同士で来たらあれだね。一人気まずくない？いや、まあね、でも一人で飲むのも嬉しいよ、これは。なるほどね。一人の贅沢っていうのもあんのか。いや、そうよ。なるほどね。確かに私もしさ、この辺に住んでたとしたらさ、一人で来るわ、これ。来んない。なんでだよ。いいだろ。え、めっちゃ綺麗だよ、見て。映ってる？映ってる。え、すごい。え、あれ何？あの白い、あれ。あれ、グランピング施設。え？え？今日行けないの、あれ。なんで行こうとしてんの？何あれ、記念写真撮影。あれな、勝手に撮られるんです。え？気まずい。どこに向かって、あ、こうやってやってるわよな。まあ、ほら、その写真欲しかったらね。いくら買う？意外とでも俺こういうの買ったりするの。私もよ。大人になって。え？私も。あ、そう？うん。あの、観覧車とかさ、水族館とかで。あ、そう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 。どこに向いてればいいの？大体わかる、あのカメラくんで。カメラを見せてください。楽しそう。すげえ。初めてなんだけど、私こんな
なんか吊り橋みたいな渡るの。うわ、え？え、すごい。え、すごい。すごい。怖い。え、怖い。いや、うるさいな。怖い。え、揺れてる、ちょっと。いや、揺れるよ。それは吊り橋なんだから。え、ちょっと待って。すごい。そういう場所じゃない。ちょっとすごい。え？え、これちょっとすごい。え、待って。何？見せる？え？すごくない？結構揺れるね。結構揺れるよ。風も強いし波も強いから。波は関係ないと思うけどね。やめてよ。何が？いや、俺の動きでこんな揺れないから。うん、え、落ちたら死ぬ？お、まあ、落ちるだけじゃ死なないけど。落ちるだけじゃ死なない？うん。何者なの？それ、あなたは。いや、落ちるだけじゃないけど、落ちてその後波に飲まれるから。そこまで聞いてないよ。そんな現実的なことまで。でもなんかあの岩にさ、波がすごいこうバーンってあの当たる感じがいい。なんか吸い込まれていきそうだね、この黒い海に。しないで、マラちゃん、かわいいマラちゃん。